どういうことだ。道が消えた。前、前、どこにいるんだ。そいつらをギーツのところへ送ろう。国章の影響を受けた人間は一人残らず理性を失い、凶暴化して死ぬまで戦い続けることになるぞ。反撃しろ。アテアテナ、もう、あかんわ。伝説によると、今から1800年前、人類滅亡を目論み、全てを無に帰そうとした魔人オロチとその手先、八化身。三種の神器と呼ばれる草薙、八坂に、八田の一族によって封印された。三種の神器は三族の末裔に分けられ、今も守られている。急に止まんなよ。京さん、京さん、アテナです。アテナ、そっちはどうだ。ちょっとトラブルがあったけど、もう大丈夫。消えた格闘家たちに気をつけて。ああ、国章に操られているようだ。だが国章を壊せば、みんな正気に戻る。京さんからそう離れていない場所に邪悪な魂のエネルギーを感じます。多分十字の方向、200メートル先。わかった。
そんなに男を追っかけ回すもんじゃない。一体何なんだよあの国章ってやつ。あんなに力がアップするなんて一体どうなってんだ。何にしても彼女たちを倒さなきゃアンディを助けられない。パワーウェーブ。こっち埃まみれじゃねえか。黙ってろ。そこです。私が感じた邪悪な魂の力はその先から来ている。お前睨まれてね。金でも借りた。そうか、あのロリックに手出したな。雪に言いつけて国章で凶暴化してるんだ。え、凶暴化マジかよ。おいロバート、よし頂上で、うん、はっ結構人客稲妻三段やれ。どう、てめえの相手も俺だ。この中で最強だからな。雷神系ライト、彫刻を壊せ。二人は俺が。よくもこの美しい顔に傷をつけやがったな。マジ許せん。
凶暴化してると言っただろう。お前は寮を引き離せ。やだね。こいつは俺が倒すんだ。ぜーだからあのバカ。サミリア。ダイモン、彫刻を壊せ。うん。全ての答えはブリッジにあるようだ。よう、負けるなよ。俺も共に行く。ルーガール様、装置は用意できています。この体の中に墓地の血をエネルギーと融合させる方法さえ分かればよい。この私がついに世界最強となるのだ。Thank you.